ジョン・ヤングはイギリス・リバプール出身のミュージシャン。プログレッシブロックのみならず、ポップ、ジャズ、インストゥルメンタルなどのジャンルでも活躍している。5歳からピアノを、7歳からはリバプール大聖堂聖歌隊で歌い始め、11歳の時には聖歌隊長を務めるなど、幼少期においてはクラシックベースの訓練を積む。その後、1975年からロック分野で、 本格的な音楽活動を開始、地元リバプールを中心に活動を行い、21歳の時には活動拠点をロンドンに移す。1985年にブリ・ジョン・ロートバンドのワールドツアーにキーボーディストとして参加。その後、ボンジョビアスティー・ライス・パンなどのミュージシャンたちとのスタジオセッションに従事。また、ワーナーと契約してジョン・キャンプとバンドを結成したが、 何のマテリアルも作れず、プロジェクトは解散となった。その頃、ロンドンにて、MTV バンドでプレイをしていた際に、ジョン・ウェットンと出会い、彼の誘いを受け、エージアのキーボーディストとして、ヨーロッパツアーに参加する。ジェフ・ダウンズの復帰により、エージアでの活動は短期間に終わるが、その後も、ジョン・ウェットンとの共作は継続し、ジョン・ウェットンのソロアルバム、 アークエンジェルでは半数近くの楽曲を共作している。これらに関連し、ジョン・ウェットン、カール・パーマー、デーブ・キルミン・スターとライブバンド、クアンゴー結成、ライブアルバムも発表している。1990年代初めには、ポール・ロジャース、ケニー・ジョーンズらのバンド、ローのライブバンドに参加。近年では、フィッシュ、グリーン・スレード、ボニー・タイラーらと共に活動を行い、 彼らのワールドツアーに参加、世界中を飛び回っている。2009年には、ジョン・アンダーソンのソロプロジェクトに参加し、楽曲共作を行っている。他にも、ロバート・フリップ、東野・ウィルコックスなどのミュージシャンのサポート活動も行っている。様々なミュージシャンとの共作、共演と並行し、2002年には、自身のバンド、ジョン・ヤング・バンドを結成。 現在に至るまで数々のアルバム制作、ライブ活動を行っている。ソロ活動においては、プログレッシブ分野のみならず、彼の多様な音楽性を活かし、ジャズ、ロック、クラシック、エレクトロニックなど様々なジャンルのインストルメント曲を制作。その楽曲は、CNN や BBC はじめ日本を含む、世界中の TV や映画で使われている。2010年には、ニックベックス、 マーティン・フロスティ・ィビードル、スティーブ・リスピンとプログレッシブ・ロック・バンド、ライフ・サインズを結成。2013年2月にセリフタイトルのデビューアルバムを発表した。2015年10月には、ロンドンでのライブを収録した、ライブアルバムもリリースしている。ありがとうございます。